り直すから。しゃあねえな。でもだ。皆様こんにちは、キースジャガーです。令和元年2019年12月の2日、月曜日13時43分です。現在位置、中国道かな、中国道の、横川ジャンクションですね。横川ジャンクションから舞鶴若狭道の方に入ります。目的地京丹後市ということで、日本海の近くまで行ってまいります。このね、日本海の方に行きますって言って今言ってるんですが、これ、ね、3回目のお仕事で、今日はね、朝の4時前ぐらいから仕事しております。一発目尼崎で積んで、神戸の西スズラン台っていう山の中の住宅地みたいなところ配達で行って、で2回目が神戸で積んで小野っていうところですね。まあ滝の社とか小野とかあっちの方です。で今3回目です。神戸で積んで、積む前に15分ほどちょっと休憩して、でまあ神戸で積んで、今から京丹後市、13時44分なんですが、約10時間経過ですね。まあ会社出勤してからで、ね、この10時間ぐらいで15分ぐらいしか休憩取ってないですわ。さてさて、今から京丹後行って、また帰ってきたら晩の早くても6時7時くらいかな。まあしんどいね。たいんであれですけど、ちゃんと喋れんかもしれないですが、とりあえず一応今日は一日雨降るということで、一応降水確率も今の時間帯 40% ぐらいまでやっと下がってきたんですけれども、まあ、40% と言いながら一応上がってくれてはおるので、雨の方が晴れ男ぶりを発揮しております。ちょっとね、まあ喋りだけやったらいいんやけど、運転もグダグダかもしれないです。ごめんなさい。喋りのグダグダはもうどうしようもないです。ちょっと眠たいんでね、もうすでに居眠りがちに走っておりますが、今横川ジャンクションの手前に赤松のサービスエリアというのがあるんですよ。まあ私がお気に入りのデイリー山崎がありまして、あそこでコンビニの中でもね、クオリティの高いパンが食べれるということで、いつもデイリー山崎行ったらパン買うんですよ。塩バターロールみたいなやつとかね、あんなを買うんですけれども、今日は何を思ったのか、おにぎり2つ買ってしまいまして、大きいやつね。鮭マヨネーズと、カツオと昆布のやつと2つ買ったんですけど、飲み物をコーラを買ってしまうとですね、コーラで鮭マヨネーズのおにぎりとか食べました。さっき
合わないですね、やっぱね。何を思ったんか。あの、普段炭酸もね、あまり飲まないんですよ。腹膨れるんでね。あの、まあ、ビールであっても、あの、缶ビール1本ぐらいでやめとくぐらいの、あの、炭酸が苦手な人なんですけれども、何を思ったのか、コーラを買っておにぎりを食べました。それぐらい今、ポンコツです。すいません。眠たい。これ帰ってきたらね、あの、明日お休みなので、あの、もう、安全運転だけで、あの、ミスらないように、事故らないようにね、もう最低限、そこだけで行きたいと思います。と言ってる間に、あの、舞鶴若狭道一発目の出口かな、三田西のインターチェンジ、左手にございます。パーキングエリア、上荒川って越えたっけな、どうでしたか、あの、ごちゃごちゃと、あの、おにぎりをコーラで食べたよ、みたいな話をしてるうちに、いつの間にかこんなところまで来てしまいまして、まだこんなところでも来てすぐですけどね。現在13時48分です。43分くらいでこんにちは言ってたんで、多分おそらく5分くらい経ちましたかね。撮影時間9分やから、まあそんなもんか。天気が悪いですね。あの、昨日撮影した時はめちゃくちゃ天気良すぎてね、あの、反射しまくって、逆にあの、なんですか、光で、あの、逆光で、あの、自分の姿まで、あの、ガラスに映ってしまって、映り込んでしまって、出演 NG なんですけど、一応ね、あの、映り込んでしまいましたわ。まあ、それぐらい天気良かったのに、あの、急にこんな天気になりまして、まあ、雨模様で天気は悪いんですけれども、あの、気温が高いんで、昨日より6度ぐらい高くてですね、朝昨日4度ぐらいで、もう、あの、起きるの大変やったんですけど、あの、朝の3時ぐらいで、ね、4度ぐらいやったんですが、今日10度ありましたからね。4度と10度は違いますよ、やっぱね、だいぶ。何を言おうと思ってたかな。何も思ってないですわ。あの、何もありません。ちょっと空っぽです、ごめんなさい。ああ、空っぽじゃないわ。あの、ちょっと、あの、嬉しいご報告というかね、あの、12、3時間ぐらい前やから、今日の話ですね。あの、夜中日が変わってすぐぐらいに、多分、あの、約1名、あの、チャンネル登録していただいた方がいらっしゃいまして、さっき、あの、15分、あの、神戸で積む前に休憩したっていう分ですね、あの、どんな方かなと思って見に行ったら、動画いっぱい上げられてまして、かなりねクオリティ高そうなんですよ。あの、私の、あの、このグダグダの、あの、クオリティ低いね、あの、調べませんと言うてるような、こんなやつじゃなくて、なんかちゃんとしたやつで、なんか 4K とかって書いてあって、すごい良さそうなんですよね。私のやつね、これ、自分で、編集して、まあ、再生して見ることもあるんですけど、まあ、見てみたらやっぱ振動で、あの、カメラがブルブル震えて、ちょっと画面悪いですよね、ごめんなさい。ちょっとこれ以上なんとかなりませんわ、あの、金かけんと。収益取れると思ってやってるわけじゃないんで、金もかけないんでね、これぐらいのクオリティで勘弁してください。ほんで、なんやろうね、チャンネル登録いただいたその約1名の方、同業者の方かな、まあ、あの、クオリティ高いし、あの、多分ね、大阪の方の動画とかいっぱい上がってたから、近所で同業者でされてる方やと思うんですけどね、多分ね、なんか電車の動画とか、あとフランスの空港の動画とかもあったんで、まだちょっと、15分しか休憩取ってないんでね、動画を見ましたよっていうことはないんやけど、どんなんかなと思って見に行ったら、うわ、クオリティ高かと思って私がやるよりもっと前に、私がやろうとしているようなことをもっと高いクオリティでやってはる方でした。登録していただいてありがとうございました。ね、最近、この運転する動画を始めたところ、もともといた登録者が3人減ったんですよ。その3人っていうのがね、モンスターハンターワールドのアイスボーンっていう、ゲーム、プレステ4のゲームやってるんですけれども、それの、ゲームの中で、なんていうかな、プレイヤーのサークルみたいなのを作ってるんですよ、私。
で、私が勧誘してかき集めた人たちが140、150人いるんですけど、延べで言ったらね、1年もう2年ぐらいなるんで、そろそろ延べで言ったらね、1000人以上は多分勧誘して、入ってはやめ入ってはやめみたいな感じなんですけど、でそのモンスターハンターワールドというゲームをやってプレイ動画をYouTube に出してたんですよ、ここ1年ぐらいはね。まあ、1年って言ったら言い過ぎか、春ぐらいか、半年ぐらいか、だから半年ぐらいしかYouTube 歴ないみたいな感じですけれども、まあゲームのプレイ動画を上げておって、それでチャンネル登録してくれるっていうのが私が作ったサークル の私が勧誘したメンバーで、そして同じゲームをやってる人たちやから、まあ趣味があったりとか、あとね、私の味方みたいな人らやから思って、まあそういう人たちが登録してくれて、まあね、それが今現在140、150人おる中でメンバーが、まあたった18人やったんですけど、3人減ってしまいまして、15人に減ってね、そこに1人加わっていただいて、減るばっかりじゃないんやなということで、ありがたいなと思いました。ゲームで作ったねお友達はね、なんかあるとすぐやめていったり、縁を切りにかかってくるんで、あんまり一生懸命やってもしゃあないのかなっていう気が最近してるんですよ。なのでちょっとね、ゲームご無沙汰しております。サークルリーダーやのにほったらかしでごめんなさいね。もう 2,3 週間ちょっとほったらかししてますけどね、すいません。ゲームはプレイはしないけれども、コミュニティっていうかね、掲示板みたいなやつは3つも4つもやってて、会員の皆さんが困らんように、一応そういう管理人みたいなことはまだやってますんでね。ちょっとプレイはね、最近忙しいので、仕事が忙しいとかじゃないんですよ。YouTube 見るのが忙しい、作るのが忙しいっていうよりは見るのが忙しい。最近ね、乃木坂の動画がたまたま入ってきまして、初めて、今更ですけどね、2019年のこの終わろうかというこの今の時期に乃木坂を初めて知りまして、可愛いなと思って見ておった感じですね。それまではね、立花隆の N 国の動画とか、あんなんをよく見ておったので、スタイフの動画ばっかりねまあまあたまにはアイドルもいいかなと思って、モーニング娘。以来ぐらいですね、ちょっとアイドルを見て可愛いなというのが。まあその前で言ったらおにゃんこクラブですけどね、おにゃんこクラブはね、会員ナンバー25番やったかな、明恵ちゃんなんですけどもね、吉沢やったかな、多分吉沢やと思うけれど、スケバンデカ2に出演していた人なんですけど、まあ人の歌も下手くそなんですけどね、楽曲はいいんで好きでしたね。まあそんなことはいいか。そう、ほんでもう一回話戻りますと、チャンネル登録ありがとうございましたということで、同業者っぽい人でプロっぽい方なんで、あれです、まだ見てないんで、プロっぽいとか言って適当なこと言ってすいませんけれども、ちゃんとしてはるんやと思いますけど、まあクオリティ高い動画を自分で出されてる方が見ておるということで、私も頑張らないかなと思うんですが、そう思って引き締めにかかる一方、これ以上多分クオリティ上がりませんので、すいません、努力しないと言うてるわけじゃなくてね、バランスっていうのがあって、やっぱりこれがね、本当に会員登録者はすごいいて、もう何百人何千人と登録されてて、そして動画上げたらね、すぐに100回200回回るみたいな、そんなんやったらもうちょっとやるんですけど、ね、正直なところ一桁の息を出ないんですよ、私の動画は。なかなかね、10回っていう、その 2桁にまず乗ってこないっていうね、まあ、その辺で自己満足で遊んでおる感じなので、画質であるとか喋りであるとか情報をお伝えするというか
情報提供して、ね、値打ちを出すみたいな、そんなことについてもちょっとほどほどというか、ただで見れますって、素人のおっさんがやってますの息を出ませんので、その辺今更ですが改めてよろしくお願いします。あんまりこれ以上のことは伸びしろございません。はい、まあまあ、とりあえずに雨が降ってきたか。そして今ここどこやろうね。もう今自分がどこを走っているのかもよく分かりません。とりあえず舞鶴若狭道を北向き、日本海の方に向いて走っております。綾部ジャンクションからね、宮津なんとか道路を行って終点の大宮の方まで行くんじゃないかという気がしてます。久しぶりなんですよね、どこ通って行こうかしらみたいな。福知山で降りて下道走って山越えるかみたいなことも考えたんですが、ちょっとあんまりね、ゆっくりゆっくりしてると明日が休みやからといって、またあいつ残業引っ張ってやがるみたいな、残業代欲しいからのろのろ仕事をしてなかなか帰ってこないみたいな、そんな風に思われるのも尺なので、まあまあ常識的な範囲で会社に帰らないといかんなと思ってます。かなりポンコツなんですけどね、もうちょっと眠たいんでね、今ね、本当に眠たいのにおにぎり食べてしまったから余計眠たいね。これ酒マヨネーズのおにぎりをコーラで流し込むっていうね、そっちの動画の方が面白いかもしれないね。ちょっと気持ち悪いかもしれんけど、面白いことをやろうとしてる動画じゃないんですよ、私のはね。もういっか、それは趣旨を説明するのもういっか、めんどくさい、眠たい。まあとりあえず芸人とかじゃないし、自分にできないようなことやけど、やったこともないけどこんなことをしたら面白いのかなみたいな、YouTuber さんの企画ものみたいな、そういう動画じゃないんですよね。自分の本職っていうかね、この運転、主に運転の仕事をしてきたんで今まで、まあ、運転だけでも20年ぐらいはしてんのかな、なので自分の得意分野でお伝えすることがあればいいかなみたいな。なおかつちょっと説教悲しいことも言うというか、まあそれはそれでちょっとね、いろんな考え方があってね、もう自由な国日本なんですけれども、ちょっと一つのね、柱というか、昔はね、道徳とかがそういうのがあってこうあるべきみたいな考え方っていうのが結構あって、ほんで日本人もいろんな人がいる中で、まあまあおおむね日本人の道徳はこうだよみたいな、画一化って言ったらあれやけども、ちょっと言い方が悪いけれども、一つの方向として日本人の特性としてね、美しい日本というかね、そういう精神の在り方みたいな、そんなんがあった時代とはまた違いまして、今の時代もいろんな考え方があって、いろんな人間がいて、でいろんな国の人が日本に住んでますんで、一概に何がいいとは言い難いんですが、それでもやっぱり毎日こうやって道路運転してるプロの目から見たら、あなたたちのやってることはちょっと感心できないよみたいなことは、うるさいことは言います。まあそれをね、あんまりやりすぎると嫌われるんですけれども、まあいいかなと、別にこれで飯食ってるわけじゃないのでね、嫌われたらって別に、ただの動画なんで文句言われることもないしねみたいな、メンタリストの大吾さんみたいな言い方しますけれども、そうメンタリストの大吾さんの動画とかね、あんなも見てましたね最近よく。N 国を見て大吾さんを見て、まあ年下やけど大吾さんですよね、すごいなと思いますね。でなんやろ、 YouTube、 まあまあパッと思いつくのがそんなんか。でそれで最近何をきっかけにか、ちょっときっかけを忘れましたけれども、乃木坂の動画を
ちらっと見まして、まあ面白いですね、あのやっぱり、あの歌を歌ってるところはあの見たことないんですけどね、あのなんかテレビ番組みたいなやつが YouTube にいっぱい上がってるんで、あれ見てたらやっぱりあのエンターテインメントというか面白いですよね。アイドルの可愛い子がいろんなことして、何やったかな、斉藤飛鳥っていう人、あの人は覚えた、あの人は可愛いね、顔がちっちゃい人ね。あと何やろ、真夏っていう人ね、あの名前が、あの人と2人ぐらい覚えましたね。ちょっと誰が現役で誰が卒業したとか そんなん全然知らないんですけどね。ちなみにモームスの時は辻ちゃんが良かったですね。あのキャラクターというかね、いい感じだなと思いました。カゴちゃん派ではなくて、石川梨花とかでもなく、まああの飯田香織っていうね、あのリーダーみたいなのがいて、あの人も可愛かったけどね。さて、ね、私の YouTube といえば、この高速道路走ってあのうんちくを垂れるという動画共有みたいな、そんなチャンネルのはずだったんで、ちょっと本題に戻りましょうか。まもなく、丹南笹山、丹南笹山出口です。ここ降りたところね、あの農協みたいなのが1キロぐらい行ったらあって、丹波の黒枝豆みたいなのが10月ぐらいに行ったらね、あの道路で売ってたりするんで、一枝ね、あれ500円から1000円ぐらいですわ。もう700、800円やと思いますわ。いいですよ、あの一回工程持って帰ったけどね、あの普通の枝豆より粒だいぶでかくて、ちょっとホクホクしたような感じするかな。なので枝豆の豆を食べてるみたいな、いわゆるお芋さんっぽいかなみたいな感じもしましたが、あれほんまに黒枝豆やったんやろか、酔っ払ってて分かってないとか、違うもん食べたんかもしれんけど、そうなってくるとね、もう何でもありになってきますけどね。はい、何やろ、丹南笹山越えました。舞鶴若狭道です。北行き日本海の方向いて、今日は綾部の辺りで多分あの道それまして、あの宮津の方に行き、終点の方に行って、京丹後市の大宮というところまで行きます。3回転目なんでね、もうあの眠たーなってあのポンコツになってますけれどもね、ごちゃごちゃ言っていきます。これ家帰って編集したら大幅ボツやったら悲しいな。まあいっか、とりあえず雨上がってくれ、もう一回ハイパーが落としやろうとかね。普段もあの大阪の堺の方とか東大阪とか、あの辺ばっかりうろうろしてる動画ばっかりやったんで、でしかも夜中走ってる動画ばっかり出して、真っ暗でね、あの配送もへったくれもないような、そんなんばっかり最近は上げておったので、ちょっと久しぶりに昼間の明るい時に走れるわと思ったんですが、こんだけあの雲分厚かったら明るくもないですよね。明るくないわ、雨降ってワイパーが鬱陶しいわ、私喋らせたらポンコツやわ。もうなんやかんや言うて20分ぐらい喋ってんのかこれ。まあ、帰り道も一応おそらく撮影すると思います。帰り道ポンコツじゃなかったらそっちだけあげるかな、どうしようかな。まあいいか、すいません、あのいつもね、あの考えずに喋ってるんですが、あの目に入るもんはちゃんと説明するんですけど、今日は説明もせんとポーンとごちゃごちゃ言うてるだけですね。はい、錦のパーキングエリアです。錦パーキングエリア、ここまあまあでかいですね。冬場は雪降ったらね、ここはあの本線塞がれて通行止めにされて、
錦のパーキングエリアの方に引き込まれて、タイヤチェックされますね。スタッドレス履いてるかとか、チェーン巻いてるかとか、そんなんをチェックして、履いてなかったら通ったらダメみたいなんで、履いとったら行ってよしみたいなんで、パーキングエリアに引き込まれます。ウーバーユーティーの日はね、そういうことやってて、この錦のあたり通ったら、うわー並んでやがるみたいな、あれ通り抜けるの何分かかるやろみたいな、そういうことは冬場は風物詩みたいにあることですね。おっと、なんやろこれ、事故してんのか。雨降ったら事故するな。何、うわーすげえなこれ。もうの、うわー入れないやん、もう、うわすげえな、すげえ、すっごい潰れ方してた。今映りました、カメラ。日産のノートのあのガンメタみたいな色のやつ、あれ反対向いて止まってるだけではなくて、もう前輪、右も左も前輪なかったような感じしてますね。ボンネットもぐちゃぐちゃで、まあ、前の部分、運転席より前の部分ぐちゃぐちゃでしたね。もう生きてるんやろうか。まあ今時の車エアバッグもあれやし、死にゃあせんか、死にゃあせんやろけど、ショックやろな、あんな作れ方したらな。つけてください。そんなに難しい道路じゃないんですけどね、この舞鶴若狭道、見ての通りカーブも知れてるし、今のところ上り下りもそんなにないと。何をもってそんなにぐちゃぐちゃにならないかんくらいの事故しないかんのか、ちょっと思い当たる節がないんですけれども、帰り道嫌やな、あれまだ片付いてなかったら。まああれか、渋滞することないか、対向車線た感じ、車1台もいないもんな、今渋滞しなさそうやね。まあ、帰りの心配するよりも、あと目的地まで83キロあるんで、到着までまだ1時間半ぐらいかかるんで、ちょっと帰りの心配はもういいか。雨スリップ注意と書いてます。あんな風にぐちゃぐちゃにならないように気をつけましょう。これいらんこと言わずに黙って運転してて、BGM だけ流したらもうちょっと再生していただけるのかな、どうかな。この喋りが気に入らないっていうかね、お前がムカつくんだよみたいな、そんなことかな、前は。いずれにせよあれです、身内的な感じでっていうか、数名しか見ていただいてないんで、まあまあ気にする前に。苦手な炭酸を、炭酸が飲めない人がコーラを飲むんですけど、ああ、うん、いいけどうまい。これはこれで。舞鶴若狭道80キロの道路やったと思います。私の車は80キロ出せませんので、車の性能的には出るんですけれども、75くらいでやめとかないかんっていう、そういう会社のルールがありますので、70キロそこそこで走ります、走っております。天気がいいもんやから、張り切っていっぱい撮ってしまって、まだ編集できてないやつ大半残ってるんですよね。これ京丹後までの道中撮影して、その上で昨日撮ってまだ編集してないやつも入れたら、明日も休みなくなるね。もうだいぶ取捨選択して、だいぶ没にせんとこれキリがないね。
どうしても見ていただかないといけないというような、そんなメッセージ色があるような動画でもないので、まあまあ、もうちょっとコンディションのいい日に撮り直してもいいのかなという気はしてまいりました。定期的にご挨拶しておきます。どの辺をカットするとかボツにするとか、その編集してもっと短い動画にするかもしれません。今からでも京丹後まで行くのに1時間半かかるんで、1時間半丸々動画としてあげるというよりは、一部一部抜粋して刻むなり、編集してカットして捨ててしまうみたいな、そんなことするかもしれませんので、挨拶と時間読みはちょっと定期的に入れます。鬱陶しいですけどごめんなさい。はい、こんにちは、キースジャガーです。令和元年2019年12月2日、14時13分です。こんにちは。あいにくのお天気です。雨降ってます。現在地舞鶴若狭道、北行き日本海の方向いて走って舞鶴の方向かって走っております。目的地は、京丹後市の大宮というところです。なので舞鶴道の舞鶴の方に行くんではなく、綾部のあたりジャンクションがありまして、あそこから宮津なんとか道路行きます。それの終点、今天の橋立とかが終点じゃなくて大宮の方まで行ってるということで、久しぶりにその道路通りたいと思います。はい、一口でというか一息で語りましたが、ここどこや、春日か、オードリーみたいな感じですけどね、分かるなってきたな、トゥース効果もしかして、まもなく春日インター、どこやろ、春日インター2キロぐらいですね、あとね。疲れモードでお眠なので、口も回りませんし頭も回りませんし、ちょっとポンコツぶりが発揮されまくって、ボツになるかもしれません。ボツになるんやったらいいけど、まあ面白いことは何一つ言わないかと思います。春日の出口1キロ手前、春日からは、京丹後じゃなかったな、北近畿豊岡道春日インターの方に行けます。北近畿豊岡道はね、和田山とかあっちの方行って、矢部とかね、あっち行く感じですね。で最終的に豊岡のなんていうとこやったかな、忘れました、はい、忘れましたけれども、八日兵庫線越えてまた次まで行ってるんですわ今。ちょっと終点の名前を忘れました。なんとも役に立たんやろうやなみたいな。はい、こちら春日の出口出られますと、出口と北近畿豊岡道に行く方と分かれますので、この先、まあ、和田山の方に行って、なんか城跡じゃないわ、なんか霧が出てね、こう観光地行きたい方とか、和田山で武田家具みたいなところ行きたい方とか、今のところ北近畿豊岡道行かれてもいいのではないでしょうか。八日兵庫線を降りると、右曲がったらね、矢部の方に行ってしまうんですが、左に曲がるとね、
八北やったっけな、神鍋やったっけな、あのスキー場の方行きますわ。でそれまたまっすぐ行ったら村岡とか抜けて、あの温泉町というかね、あの湯村温泉やったかな、浜坂温泉とかね、あんな温泉があります。えらい左寄せてくんなこれ、石川ナンバー浜寄せやろうと呼んでおこう。はい、福知山まで16キロ、綾部26キロ、じゃああと30分ぐらいか、綾部までね、30分ぐらいで綾部まで行きます。で綾部からね、何やったかな、宮津なんとか道路、浜の橋立て道路やったか、何やったかな、なんかそういう道路です。ちょっと行ってみましょう。あの名前思い出せないんで、ごめんなさい。眠たいわ。で12月になってるんでね、もうあの山を見ますとちょっとカラフルになってて紅葉が綺麗ですね。さすがに寒くなってきて涼しくなってきてというか、まだ雪はまだなんかもしれないけれども、さっきあの六甲の方とかも抜けてきたんですけれども、ちょっと紅葉してるなみたいな感じをしましたね。乃木坂の話とかいらんよなみたいな、知りもせんくせにそんなことをわざわざ名前出しやがってみたいな、ファンにどやされるか、やめとこうか。街には NMB というあの吉本興業みたいな、あの吉本やったっけ、あれいろんなところに所属してるんやったかな、ちょっと分からんけど、あのアイドルグループありますよね。夜の深夜のラジオとかでちょっと聞くくらいかな。でもどんな人やろ、見に行ったら会えんのかな。まあ会ったところで、あの知らん人に会うても知らないけどね。有名な人いるかもしれないね。あの山本いう人はあれ卒業したんかな。またおんのかな。お姉さんみたいな感じのね。山本といえば極楽とんぼみたいなあれか。越えて今現在一島のあたり、もう福知山に入ったんかもな。まもなくというか、まだしばらくあと道路10キロないか。でも福知山、すいませんね、ぼーっと運転してまして、ぼーっとしながらいらんことをあの思いつく運気のままに喋ってるので、あのめちゃくちゃグダグダなんですけど、本当はね、こういう動画を撮りたいんじゃなくて、ちゃんとあのあれです、高速道路ここがこうですよとか言ってあの解説したり案内したりして、ちょっと皆さんのお役に立てていただけるようなものをあのお出ししようというつもりなんですけど、すいません、ちょっとあの疲れております、大変疲れてるんやったらやめとけやってね、あの言われそうですけれども、
まあまあ来れる時にしか取れないので行き先は私選べないので、今日はたまたまちょっとあの京丹後の方まで行く仕事なので、そっち方面は撮ってなかったなということでカメラ回しております。久しぶりやな。京丹後がもうちょっと先行かせてくれたらな、あのカニを買うのに、カニをね、11月の第1日曜日やったかな、あのカニが解禁されましたよね。まあ、まあ、毎年のことですけれども、今年はまだあの行ってないんで買ってないんですよ。いつもお取り寄せとかお店で食べるとかそんなんじゃなくて、あの自分で行った時に買うんでね。まあカニが欲しかったらカニを買うし、あの殻付きの牡蠣とかあんなんを買うて帰ったり、物を買うて帰ったりするんですけれども、霞とかあの辺も行ってないな、しばらく。トラフグをメインに行ったんですけども、あの三年トラフグも美味しかったし、あれ割れて良かったけれども、ウニが良かったね。ウニが生のウニじゃなくてちょっと火を通した感じのウニが、あれが濃厚で美味しかったな。ウニのスープみたいなあの作って、それグツグツ言わしてるところにあのタイの身をね、あのしゃぶしゃぶにして食べるみたいな、あのしゃぶしゃぶみたいなやつが、あれが 4,5 千円、1人前 4,5 千円するんですけども、あれ美味しかったな。でっていうことですけどね、舞鶴若狭道北行き、日本海の方向いて走っております。舞鶴まで今日は行きません。綾部ぐらいでやめといて、あの宮津の方に向かいますんで、宮津じゃなかった、宮津じゃなくてあの京丹後の方に行きますんで、そういう動画です。ちょっと行ってみるまで名前を思い出せないので、行き先ですとかその宮津のなんとか道路もちょっと名前が出てきませんので言いません、すいません。まもなく武藤部のパーキングエリアですね。何にもなかったと思います。あったんかな、あったらごめんなさい、何にもなかったと思います。それでも私はやってないみたいな往生際の悪いあれですけどね、なんかそういう映画があったかと思われます。まだ見てないんでね、あの Amazon プライムであのプライムビデオみたいなやつで、あの最近いろんなものを見ておるんですけれどもね、プライムビデオ見ないかんし、 YouTube 見ないかんしで、あのプレステ4でゲームしないかんし、ほんで自分で動画もあの編集しないかんしとか言ったら、もう忙しくてね、モンハンをやる暇がないね最近で、あのゲームする時間取ったと思ったらモンハンやらずに、あのプロ野球なんだかな、プロスピリットなんとか、プロ野球スピリットやったっけ、2019っていうやつやってまして、あれで今ちょっとね、あのオリックスバファローズであのやってるんですけど、ちょっとあの勝手に自分であの選手作ってまして、あの甲子園モードみたいなやつでね、あの選手が自分で作れるんでね、あれであの1番バッター大石大二郎から、2番荒井博正かで、3番バッターあのデイビス、リチャード・デイビス、
4番バッターベンジャミン・オグリビー、5番に金村義明、まあ、ここまで作ったんですけどね、あの鈴木隆久とかね、あの、まあ、村上とかあの牧師とか、キャッチャー梨田はエッカーも山下とかね、そんなのを作ってちょっとあの昔の近鉄バファローズのやつを作ろうかなと思ってるんですけどね。あ、そうや、5番バッター栗橋やな、栗橋茂やな、で6番に金村義明やな、まあそんな打線作っててまだ7番8番バッター作ってないんですけどね。まあ、私は昔は近鉄バファローズが好きでした。阪神も良かったんですけども、近鉄ファンでした。はい、武藤部のパーキングエリアです。武藤部パーキングエリア、何にもないって言ってたけど、何かあったらごめんなさい。何にもなさそうやなこれ。自販機ぐらいはあるかな。なんか売店みたいなのもあるか。ごめんなさい。なんかありますね。売店みたいなのあるわ多分。なかったらごめんなさい、あのそんな雰囲気がしてました。以上、いらんことは言う前に、ボロが出る前に撤収。何でしたっけ、武藤部越えたんでそろそろ福知山インターじゃないかと思うんですけどね。まだか、もうちょっと先か。この辺下走ってる道路が国道9号かな、あ9号はな、福知山インターの目の前は国道9号線が走っております。まあ、京都市街、五条のあたりだね、多分1号線とあの繋がってると思うけど、京都の五条あたりからあの山陰を抜けて下関まで行くかどうかわからんけど、山口県までは少なくとも行ってたと思いますよ。あっちの方もね、山陰の方もね、ずっと走ってないんでわからへんね、もう忘れた、忘れました。8号線もね、北陸もだいぶ長いこと走ってないんでね、27号とか8号とかしばらく走ってないね。もうかなり何年走ってないやろ、20年ぐらい走ってないか、そんなにならんかな。北陸道もまあ用事がなかったら行くことないですね。どっか富山かどっかでね、あのなんかエビ、生のエビみたいなの食べたかな、あのちっちゃいエビの桜エビみたいなやつ、白エビやったかな、何やったか忘れました。何を食べたかも思い出さん。はい、いらんこと言うてる間に福知山まで来ました。動画撮影時間51分か、まあまあ走ってきましたね。使えるとこほとんどなかったよ、ほとんどカットやったりして悲しいな。今霧がいいので言いますね。2019年令和元年12月2日、滑舌悪いので2日と言います。12月2日14時30分です。はい、2車線が1車線に絞り込まれまして、福知山インター出口です。福知山岩、言いにくいな、滑舌が無理やな、岩山の中です。岩っていうのはあの鳥取寄りというよりはあの京都寄りの方です。福知山を真ん中で言うならば、下道もだいぶ長いこと走ってないな、もう何にもなかったと思うけど、これ右側工事してんの何でしょうね、これ片側2車線にするためにあの道路広げてくれるとかそういうことじゃないんかな。道路広げてほしいよね。これ私の車ね、何回も言ってるんですが、80キロの道路であろうと100キロの道路であろうと
ちの会社は75キロ以下ぐらいで走らんと、あの罰せられるんですよ。もうとつき回されてね、辛いことになるんで。そうですね、目ん玉とかね、チョキでグッてやられるんでね、75キロ高速道路それ以上出せないんですよね。まあいっか、愚痴やんな、そんなのかな、まあ、愚痴もたまには聞いてください。世界に向けて発信してまいります。眠たい。はい、今現在この1車線の区間は70キロ、制限速度70キロです。2車線になったらまたね、80キロに復活しますんで、70キロのところは70キロで私走りますから、後ろ煽らないでくださいね。いつも1車線区間でものすごい私の後ろ行列ができてね、ほんで2車線になった瞬間にもう無理やりわーって抜いていくんですけどね、もう2車線区間終わりでもう一回1車線に戻るよっていうところも、もうギリギリまでもうぶつけに来るぐらいの感じでね、無理やり割り込んでいきますけどね。遅いやつに前走らせてたまるかみたいなのがね、いっぱい来るんで。私個人的にはだから大嫌いです。北近畿豊岡道もこんな感じで、1車線になったり2車線になったりね、ねえ、その2車線の道路が1車線になるたんびに無理やり行こうとするやつとかがおるし、煽り倒されるし、まあ嫌いです。スピード出せないんで。制限速度70キロの道路です。被災地トンネル、トンネルがあって、トンネル抜けたらなんかすごい山道 でたまに平坦なとこ行ったと思ったら田んぼでみたいな、ずっとそんなんです。で、夜走ったで街灯がないんですよね。明かりが、街の明かりが、気候なんでもあったら明るいんかもしらんけど、もう自分のヘッドライトで照らす以外もう明かりがないんですよね。携帯電話とかで照らしてやろうかみたいなね、ささやかな明かりもないですよ。あ、そうだ、2019年の12月1日からやったと思います、昨日からやったと思いますが、携帯電話運転中に触ってて、それを警察に咎められたら厳罰化になってますので、ご注意ください。ご注意っていうかね、免許が吹っ飛ぶ可能性もありますよ。携帯電話を触りながら事故したら一発で免許が停止になるんか取り消しになるんか、まあ、停止はするやろうね。取り消しに行くかどうかわからんけど停止はすると思いますよ。罰金とか違反金もきついやろうし、なんやったら懲役もあったんじゃないかな。ちょっとね、会社から来たメールを見たら詳しいこと書いてあるんやけど、見れないんでごめん。
ちゃんと読んどけよっていう話ですけどね、自分の仕事に関わることやからね。まあ一回目を通したんですけどもね、すぐ忘れるんですよ。なるべく覚えて頭に溜め込まないようにというか、すぐ忘れることによって次の新しいことが入ってくるみたいな、キャパシティがちょっと容量が限られておるんで、本当ね、道路でもそうやし、もう地名でも人の名前でもね、すぐ忘れるんですわ、使わんとなると。まああれです、道路でもね、久しぶりですとかそんなん言うてるけど、10年ぶりとかじゃないんですよ。もう1ヶ月とかね走らんかったら忘れますからね。で思い出しながら、ああこの前こんなとこ来たなみたいな、そんな感じで。ほら最近怖いのがね、和歌山の方とか行ってないんですよね。最近しばらくもう半年もならんか、前いつ行ったんかも忘れたっていうぐらい行ってないですね。和歌山行ってないので、白浜とか行こうかって言った時に、解説したり、次の出口がどうやこうやとかいう、そんなことを、動画撮影はしますけどね、説明ができるほど思い出さないと思います。今みたいなこんな感じです。この舞鶴道も久しぶりに走ってるんで、これ1ヶ月もならんかな。でも綾部この前行った時どうやって行ったかな、京都縦貫で行ったんかな、こっちの舞鶴道ではなく京都周りで行ったかもしれないけれども、どっちから行ったんかも忘れましたね。綾部には何回か行ってみるけど、2車線になったら嬉しいなみたいな、そんな話をしてたのか。まあどんどん話があちこち行ってわけわからんくなってますけど、すいません。綾部の出口が1キロ、出口が先にあってジャンクションはまだ先なんかな、5キロ以上先って書いてあるのかな。お待たせしました、2車線区間です。抜いてください、ごめんね、こっから80キロです、70キロでごめんなさい、抜いてって言ってて誰も来えへんやんけ、抜いてくれよ、もう終わるぞ、終わらへんと。抜きたかったんじゃないのか、1台だけか、控えめやな。私の速度は70キロのまんまです。で道路は一応今のところ80キロに復活したので、ね、この先合流があります、注意してください。この綾部のインターチェンジ、この綾部の出口入り口、ここから4キロほどですね、綾部ジャンクション。カーナビの情報を鵜呑みにしてこれをお伝えするだけでちょっとね、頼んなくてごめんなさい、書いてますここにちゃんと。綾部ジャンクション4キロ、舞鶴西まで12キロやったかな今。綾部ジャンクションで京都縦貫道か、京都縦貫道は京都市内に行く方と宮津の方に行く方があって、宮津の方行ったら宮津なんとか道路に名前が変わるのがいたかな、なんか途中で無料区間になったりしたような気がします。ちょっと行ってみましょう、思い出せません、ごめんなさい。2019年12月2日、何曜日、月曜日、14時41分です。キースジャガーです。
今現在大変眠たくて、頭回っておりません。すいません。京丹後市の大宮というところを目的地に愛する若狭道を走っております。赤松のサービスエリアを出発してから1時間ほどですね、今ね。舞鶴若狭道2車線の区間は制限速度80キロで、1車線に絞り込まれますと70キロに下がります。綾部からしばらく2車線やな。綾部ジャンクションを越えたらまた1車線に絞るか。で70キロになるのかな。舞鶴西くらい。舞鶴西も東もあれか、1車線かな。どっかで2車線になるけど、1キロか2キロしかないんちゃうかな多分。でまた1車線に絞り込むと。大井高浜とか小浜とかあっちの方が多分1車線の方が多くて、2車線区間わずかやったと思いますけどね。忘れました。しばらく行きません。トンネル出て残り1キロぐらいか。この辺はシャキッとしないと動画は持つに背中になってしまうな。他はグダグダでもここはちゃんと言わねば。綾部ジャンクション、間もなく 900m ほどで綾部ジャンクションです。綾部ジャンクションからは京都縦貫道に分岐できます。間もなく分岐を京都縦貫道は、京都市街地の方に向かう方と、宮津天橋立の方に向かう方と、両方向ございます。一方舞鶴若狭道は、このまま真っすぐ行きますと舞鶴オバマ2がそっちの方行きます。はい、綾部ジャンクション入りました。綾部ジャンクション、ここから京都縦貫道で、京都市街地の方と、京丹後の方、後ろの方向にも行けるはずです。綾部の安国寺っていうのがあれかな、一休さんのお寺とかいう噂が、ほんまか嘘か知らんけれど、新右衛門さんがどうやとか一休さんがどうやとか、そんな話やったと思うんですけど、違うかったかな。綾部から京都の二条城みたいなとこ、将軍さんのとこにいて、やってたんかな。ちょっとアニメどういう設定になってんのやろ。こっから京都市街地言ったらだいぶ遠いですよ。歩いて行ったり馬で行ったりしたら馬も疲れるよ。だいぶ何日かかるやろうね。伏見の辺りとかから、京都の二条の方に、将軍様がおってとか、そんなんやったら分からんでもないけど、綾部から行くんやったら遠いよね。そういう設定じゃないんちゃうかな。この安国寺ってだから一休さんのお寺ってほんまなんでしょうかっていう、まあどうでもいいですけどね。今時の、若い世代は一休さんとか知ってるんですかね。我々の時は漫画といったらドラえもんか一休さんしかなかったですからね。あとサザエさんとね、ドラえもんと一休さんとサザエさんくらいか。ギャートルズとかね、はじめ人間ゴゴンゴンみたいなやつがあったんですけどね。あとタイムボカン的なやつね。今時は何やろ、ポケモンじゃなくて何やろ、あれかワンピースとかあんな感じかな。ドラゴンボール的な、古いかドラゴンボールも、もう30年ぐらい経つかドラゴンボールもね。30年で効かんか、40年ぐらいなんのかドラゴンボールは。40年は言い過ぎか。とり
山明があられちゃんが40年ぐらいかもかな。まあいいや、いらんことしか言わんな今日は。これなんていう道路やろ。京都縦貫道か。京都縦貫道走ってます。あの浜の橋立の方に向かって、制限速度70キロの道路です。冬はねこれ雪積もったら怖いんですよ。この道路雪かき来ないっていうかね、なかなかね、あの水が出えへんのかな、ここ道路雪積もったらね、あの雪かきの車がっていうか、あのあれがやってくるんですけど、あの道路コーナーですが、あれがねちっちゃくしか雪かかないんですよね。あの全部をかいてくれたらいいんやけど、道幅の広さに対してあの狭い範囲しかかいていかへんので、あの2回ぐらい通らないとちゃんと履けないんで、雪が残ってるところとあの雪がかかれたところとあって非常に危ないんですよ。怖かったわもう本当に。あれ雪が中途半端にかかれてるから、チェーン巻いたらチェーンがあの痛むしで、雪がしっかり残ってんのと、あの地肌が見えてあの雪かきされておるところと極端なもんやから、チェーン履くわけにもいかんし、チェーン履かんかったら滑るしみたいな。怖かったな。最近の話ですねそれ。2、3年、ここ2、3年の話ですね。この道路自体そんなに古くなかったというような気がするけど、だったかな、浜の橋立てぐらいまではあったんやったかな。忘れました、すみません。天の橋立ても宮津天の橋立てとなんとか天の橋立て、なんか2つぐらい出口あったような気がします。そんなことも忘れました。まあ行ってみましょう。教えますよみたいな偉そうなことじゃなくて、一緒に見てみようみたいなね、フレンドリーな感じで行きましょう。クオリティ低いな今日も。まあ、チャンネル登録お願いしますとか言ってあかんかな。グッドマークとチャンネル登録お願いします。痛いな感じではないでしょうか。眠てー。こうやってね、あの半分あのうつらうつらしながら、あのしょうもないことを一人ごとごちゃごちゃ言いながら走ってるおっさんもおりますんで、あの一般車の皆様注意してください。あのシャキッと走ってる運転手ばっかりじゃないんでね、あの寒い運転手もおるんで注意してください。近づいたら事故に巻き込まれますよ。あーもうテンションがおかしいからね、早く家帰りたい。もはや冬のボーナスが、もう 急にそんな話ですけど、冬のボーナスが組合がね、なんかあの、まあ、前年比 1万円アップぐらいで言ってたんで、まあ1万円かみたいな、でもまあ1万円頑張ったんかなみたいな、そんな感じですね。いずれにせよあれです、あの庶民です、皆様と同じ庶民です。上級市民の方はこんな私の動画みたいなやつ見ないと思うんで、あえて皆様のラインがどの辺にあるのかちょっと詳しく存じませんが、そういうことにしております。道を譲ろう。抜いてくれ、短いんだここもまた。抜いてよ抜いてよ、戻られへんくなるやんけ。制限速度70キロの道路まもなく終わるので、向かへんねやったら近く来るなよお前。何しててんな、入られへんやんけ。なんで譲ってる時抜かへんねん、ほんまに。
終わってから抜こうとしてね、あんなことやめてくださいね。いつもぼーっと居眠りしながらこうやってしょうもないこと喋りながら走ってますけど、一応満タンに荷物積んでて20トンぐらい積んでるんでね、今今日はトレーラーなんで20トンほど、20トン超えてるかな。まあそんな感じですね。いやいや、何下ろしめんどくせえな。もう運転だけしてね、これトレーラーガチャンと切り離して頭だけで帰ったのかしらみたいな、そんなことはできへんね。あの空のやつ置いといてくれて、それつなぎ替えてビャーッと変えるみたいな、そんな仕事がいいね。フェリーのね、カーフェリーの仕事みたいな、あんなのいいかもしれんって言ったらちょっと失礼か、怒られるか。あれはあれで大変なんかな。大阪南港から舞鶴の方になんとかフェリーとか言って、北海道に行くフェリーに行くのにとか、あれなんていうやつやったかな、あれ忘れた。自衛隊の海軍の横に赤レンガのところにあるでしょ、フェリーがね。忘れたわ、あのフェリー。昔あれの仕事が募集してたな。あ、そうや、募集してたなじゃないわ、あれをやれって言われてたんやな。そうや、昼間海上コンテナ引っ張って、夜給料が不満だよって言って、稼ぎたいよっていう人は玉ねぎかなんかあれ引っ張って舞鶴行って手に乗り場で切り離してこいみたいな、そんなのな。そういえば24時間働いていつ寝るのみたいなね、トレーラー運転して事故しまくってたもんな、あれ。私じゃないよ、私寝る時間欲しい人やから断ってたんでね、あれ引き受けて家族のためにとか言って給料稼ぎまくってた人が、まあ月に何回もぶつけてもう事故しまくってたね、あれ。そらそうやで、昼間海上コンテナ引っ張って、晩はフェリーのなんかトレーラー引っ張って、玉ねぎかなんかいっぱい積んでるやつね。あんなのさしてたわ、ほんま。そんなするからあれやんか、会社なくなるんやんか。もう私おって南港で昔海上コンテナやってた時のやつもうないからね、今会社。会社がないことないから、会社は神戸にあるんやけど本社が。って言ったらどこにおったか分かるね、こんなん言うたらね。言わんとこ。カットカット。昔南港に営業所があって本社が神戸ですよみたいなんで、今南港にもうなくなったよみたいな、そんなん言うたらもう限られてくるね、黙りなさいみたいな。まあ私のトレーラーデビューというか教えていただいたというか練習させてもらったのが、その昔南港で海上コンテナやってたところです。アイコンはね、どうでもいいんですけど、日本郵船の箱が好きですね。あれかっこいいね、あれ。日本郵船の箱とかね、ワンハイって言ってね、あれも同じような色してるんですけど、あれもかっこいいね、あれ。三菱かなんかが触ってるやつね。あ、すみません、いらんこと言ってました。ゆら川パーキングエリアです。ゆら川パーキングエリアです。滑舌もポンコツですみません。ゆら川パーキングエリア、一回で言われへん。この先、合流があります。注意してください。浦川パーキングエリアよりも舞鶴大江出口の方をもうちょっとプッシュしないといけないですね。舞鶴大江中途半端だなって言ったら怒られるか。海沿いの国道、あれ何号線だかね、180号ぐらいのやつ、170何号やったかな、ちゃうかったっけ。海沿いの国道と9号線のね、ちょうど間ぐらいですよ。175走ってね、こうくねくねくねと行くんですけどね、今時ダンプぐらいしか走ってないような道で、この先合流があります。はい、舞鶴大江出口越えました。舞鶴大江インターなんて入り口もございます。入ってみます。京都縦貫道の、北向き、日本海向き、宮津方面行きです。そんなんやったっけ。
で舞鶴大江のインターを今通り過ぎました。目的地が宮津の何やったかな、大宮です。宮津じゃない、宮津に大宮はないね、京丹後市の大宮です。宮津はちょっと私のイメージでは宮津が右で京丹後が左かな、そんなイメージです。右と左、北を向いて右と左やから、宮津が東側で京丹後が西側になる、そんなイメージです。当たってるかどうかはちょっと行ってみましょう。私の勝手なイメージです。あ、名前が2つあるってこれやな。宮津天の橋立てが10キロほどで、与謝天の橋立てが16キロほど。宮津天の橋立てがあれ、舞鶴大江とかとつながってたところに出てくるのかな、だいぶ手前に。ほんで海に近い方があれか、なんだ、宮津天の橋立て、どっちだったっけ、与謝天の橋立て、与謝峠、与謝の峠やったっけ、あれを降りてどんついて国道に出て左行ったら312やったっけ、右行って178やったっけ、まあそれで右曲がってしばらく行ったら右手にあったの、それが与謝天の橋立ての入り口やったような気がします。間違ってたらごめんなさい、間違ってるかもしれません、ちょっとすいませんね、だいぶぶっ壊れ性能なんでね、ぶっ壊れじゃない、ポンコツやな、あったこれボツやな、これ酔っ払ってたりね、なんかシャブをやってるとかそういうことじゃないんですよ、眠たいんでね、通報しないようにお願いします。眠たいだけで別にラリってるわけではないんでね。ワイパー早く動かしてごまかしたりしながらこう騙しやっていこうかなと思ってます。もう今日はもうしゃあないですね、まず眠たいんです。30分でもやからもうちょっとちゃんと休憩してちょっと昼寝したらよかったね。3時半くらいに家出ても4時前くらいに会社行って、それからやから今14時59分なんでね、10時間11時間くらいか、まあ休憩らしい休憩で15分くらいしか休憩取ってないんで、疲れ溜まりまくっております。明日休みなんでちょっとしんどいんですが、踏ん張って無事に荷物を下ろして無事に大阪まで帰りたいと思います。あかんな、今3時やろ、帰ったら7時回るんちゃうか、やっぱ眠たいな、もう今の時点で眠たいのに、ほんまに無事帰れるんやろか。今日は月曜日なんでね、もう平日なんで万能、神戸の渋滞なり大阪の渋滞なりはまるんで、まあその時に眠気ピークやったりしたらもうどうしようもないね、ぶつかったらごめんねみたいな。15時になりました。2019年令和元年12月2日、月曜日15時ちょうどです。こんにちは、キースジャガーです。京都縦貫道、日本海向き宮津向き、今どこや、舞鶴大江を越えて天の橋立の手前です。宮津天の橋立が手前です。新車ね、トレーラーブレーキついてないんですわ。
あれ怖いわ。この前あの雨の日に空車で6個下った時にトレーラーブレーキついてへんし、ブレーキ踏んだらもうものすごいロックするし、怖かったわ本当に。なんであの廃止するんですか、撤廃するんですかね、あのメーカーの方。なかったらなかったで怖いんですけど、排気かけたら排気かけたで流れるし、ブレーキ踏んだら全部ロックするし、怖いわ。後ろだけかけて前は流したいなみたいな感じしてるのにね、えなんで外したんですかね。今日運転してますこの車は去年の新車かな、31万キロぐらい走ってます。去年の新車です、おそらく。だから最新型じゃないんです、1個前の型なんでね。まあまあ、とはいえあのクラッチのペダルついてなくて、これオートマなんですけどね、一応オートマなんでバックするときとかね、あのちょっと微調整がしんどいですけどね。アクセル不満だったらもう一個も下がらへんし、アクセルギャッと踏んだらどこ行くか分からへんしみたいな、ちょっと嫌な感じのあれですけどね。嫌な感じのあれってなんやねんって突っ込んでくれてるんでしょうかね。もうここはどこや、京都縦貫道かなのか、これ今走ってる道路が何かもちょっと分かってません。おそらく今走ってるとこ有料区間ですよね。でね、料金所があってそっから先が無料区間になるんじゃないかと思うんですけどね、うろ覚えです。制限速度とりあえず70キロの道路です、片側一車線。から丹後半島の方へ、さらに向こう行ったところにあったやつだったっけ、ちょうど天の橋立てぐらいのお土産屋さんやったかな。バスが何台も止めれるぐらいの広さあるから、トラックとかでも置けるようなところやったような気がします。ラップテンやめときまして、宮津天の橋立てが間もなくです。国道176、これは市街地っていうか、あの、ま、町やな、町の方です。176じゃなくて178やったと思うけど、そっちの方が海の近所ですね。与謝天の橋立てまでは無料区間かな、無料区間と書いてある。あ、たまにはこうやってね、当たってることもあるんでね、情報的なやつは。まあ たまにです、4割ぐらいは正しいこと言いますんで、4割も言うたらすごいですよ。イチローとかでもね、なかなか4割は打てないんで、イチロー やめちゃったか、そういえば。まあ偉大な人でしたね、イチローもね。昔クロマティがね、5割ぐらい打てて4割9分9厘とかでね、オールスター戦出てましたよね。すごかったな、クロマティも。ウォーレン・クロマティやな。言いにくいね。料金所です。あー、帰りはちゃんとしよう。もう行きしはもうええわ、これ。多分荷下ろししたらシャキッとするかな。帰りはそれでシャキッとした状態でもうちょっとまともなことを言おう。明日はちゃんとしまーすと書いて、桑田佳祐がキリンのジャイブコーヒーかなんか宣伝してます。
ましたね。まあ、それも20年以上前か、ね、真夜中のダンディとかでありましたよね。おっさんもうなずかへんような感じかな。桑田佳祐とかサザンとかやったらまだあれか、結構あれか、数字取れるか。バルタンとかね、フランスギャルとか言うても、あのモンハンの人たちに言うても誰も知らんかったんで、説明するの大変やったんですけど、まあ桑田佳祐とかサザンオールスターズは分かるでしょうみたいな。フランスギャルこの前死んだんやったかな。あ、でもね、あのシルビーバルタンまだ多分現役やと思いますね。動画見てたんや、そういえばシルビーバルタンの、シルビーバルタンのあなたの虜っていうやつ、あれ、ね、その動画がいろんなパターンあるんですが、あの踊りまくってるやつがあって、あれが可愛かったよな。踊りがキレッキレなんですよね。1960年代くらいにあんだけキレッキレの踊りながら、あんなポップな曲歌われたら、それは世界的にヒットするわという感じがしてます。無料区間か、で何道路かわからないね。看板を読む力もなくなってるわ。もう虫の息やな、これ。これお客さんとこ着いたらね、あのシャキッとせんとね、あの舐められたら、あの扱いが存在になるんでね、それだけは避けたいですよね。顔なじみやったらええけど、その3年ぶりぐらいに行くんでね、今から行くとこね。え、新人さんとか言われたら泣かないかな。はい、ちょっとこの前会社入って初めて乗ったんですよぐらいのこと言おうかしらみたいな。まあその辺のね、あの口から出任せっていうのもテクの一つということで、まあ、別にそない減るもんじゃないんでね、あの初心者なんでって言っとけば許されるんであれば、そんな楽なことないんで、あの見え張ってね、あの私はベテランですよっていうよりはそっちの方が楽なので、そうするかもしれないですけどね。このトンネル長いね。綺麗なトンネルやわ。あんまり歴史を感じないね。歴史を感じないけど、でも5年ぐらいは経つんかな。経つでしょうね、おそらく。5年で聞かへんのかな。もうちょっと経つか。宮津天の橋立を越えて、よさ天の橋立に向かってるところです。見にくいな。あと1キロです。で、よさ天の橋立が終点と思わせといて、大宮まで、あの繋がってたはずです。大宮まで行きます。およそ大宮から先できてたらもう知りません。できててもいいなとは思うんですけどね。あの網野とかね、あのなんやったら、あのあっちの方まで、国浜とかあっちの方まで行ってくれたら便利ですけどね。まだそんな勢いではできてないし、そこまでお金があるのか、作るお金があるのかっていうのも怪しいところですけどね。まあ大宮だけできただけでも十分ですけどね。今までは9号線走って、なんか山越えとかで県道走ってた感じかな。それとか176で海まで出てみたいな、海から178走ってみたいな、そんなんじゃなかったかなと思います。まもなく有料道路出口です。知らんな、このカーナビ。この先ができたということを。
はい、与謝浜の橋立て出口です。昔はここが終点やったんでカーナビも降りろと言ってますが、この先大宮まで行けるので大宮まで行きます。これなんていう道路やろ。誰か知っておられたら教えていただけますか。もう走ってて間もなく走り終えるよというところまで来て、まだなんていう道路走ってるのかわからん。一応京都縦貫道走っておったんですが、まあ、無料区間入ったんでもうこれ宮津なんとか道路になってるんじゃないかと思います。与謝浜の橋だってやっぱここやな。まもなく左方向です。右に曲がったら消防署があったりとかしてね、なんやろ、宮津の市役所とか漁連とかがあります。左曲がると石川の交差点のところから与謝の峠入っていったり、まあ、石川やったっけ、あの交差点はジャパンが角にあって、ね、買い物便利みたいな感じだったと思いますけどね。京丹後大宮、ここが終点やと思うんですけどね、新しいのできとったらちょっと楽しみですね。行ってみたいですよね。目的地大宮なんですけど、新しくまた先ができとったら大宮で降りるのやめてちょっと行ってみますわ。行ってみてで、戻ってこれそうになかったらもう一回一区間 U ターンして戻ってきたらいいということで、好奇心の方が優先ということになります。おそらく大宮が終点です。適当な仕事やな。適当な仕事なんですけどね、まあまあ大変ですよ。やっぱり働いてお金もらうっていうことはね、大変ですよ。どんな仕事であれ。綺麗なトンネル。大宮より先を作ってるのか、もう作る気がないのか、それぐらいはちょっと確かめたいですよね。作ってるんやったらちょっと希望が見えるわ。10年先でもええから先まで作ってくれたらな、ありがたいね。カニを食べに行くツアーとかこの道路を使ってシューッとそっちまで行けたら便利やね。大宮終点やったら、まあ、国道しばらく走るかみたいな。片側1車線やったと思うな。多分2車線なかったと思うね、あれ国道。書いてますね。正解、4割ぐらいは正しいこと言うんですよ。4割バッターのキースジャガーです。よろしくお願いします。こうしてね、適当にしか言わないんで、調べてないんで、正しくはないんですよ、概ねね。もう口走ってることの大半は正しくないんですが、4割ぐらいはね、ちゃんとしたこと言うんで、聞き逃さないようにお願いいたします。はい、間もなく終点で私の目的地、そう、12キロもあるか、まだ。そんなバカな、もう着くやろ。カーナビが見失ってるやんか。カーナビが、この道路知らないんでね、案内をやめました。もう間もなく着くはずなんですが、12キロと表示されております。バグっております。はい、もう間もなく着くということで、動画の方そろそろ、切らせていただきたいと思います。チャンネル登録とグッドマークよろしくお願いします。地道にコツコツ1人ずつ増えてほしいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まっすぐ行ったら国道312です。312号線向かいます。ありがとうございました。また帰り撮影します。失礼します。